はい、それではね、今回は第2問の問い2番の回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと、下旋盤について、自律神経には交感神経と副交感神経があると。血糖量の低下に関わる自律神経はどちらか、またその自律神経の、神経伝達物質は何であるか、答えとして最も適切なものを、適切な組み合わせを1から4のうちから1つ選べってやつですね。はい、自律神経は交感神経と副交感神経がありましたね。はい、交感と副交感ですね。交感神経、こっちは戦闘状態だっていうふうに僕は教えてますね。戦争じゃないな、戦闘、こっちは戦闘中ですよ、戦闘中ね。ね、こっちか、こっちかはリラックスですね。リラックス中、まあイメージ的には食後とかイメージしてもらえるといいかな、ね、はい。そしたら血糖値を下げるですよね。血糖値を下げる、こっちじゃない、ね、副交感神経ですよね。まあこれ仮に副交感神経だってパッと思わなくても、交感神経が戦闘中は絶対覚えてるはずですね。交感神経戦闘中となると、で戦闘するんですよ、戦うんですよ。戦うって言ったら動きますよね。動く、絶対動きますね。動くということは動くためのエネルギーを作らないといけないですね。ね、そしたらエネルギーはグルコースね、グルコースを分解して、呼吸によって分解してエネルギーを作るというわけなので、戦闘中っていうのはグルコースをたくさん作らないといけない。ってことは体の中にね、たくさんの状態にしたい。ってことは血糖値としてはアップしますよね。ってことですから、戦闘中血糖値アップです。ね。血糖値アップなので、もうこっちではないなというわけですね。血糖値を下げるのは、じゃあその反対、拮抗的な関係にある副交感神経の方で、ね、血糖値は下げるはずだ。ってことですね。ってことで副交感神経。ね、副交感神経の神経伝達物質は何だったかなって言ったら、これは、アセチルコリンですね。ちなみにこっち、交感神経の、交感神経、ちょっと理想みたいになってるな。アセチルコリン。で、ちなみに、交感神経の神経伝達物質は何だったか。これはノルアドレナリンですね。ノルアドレナリン。ね、ノルアドレナリン。だった。ということで、今回のこういった回答の組み合わせは、副交感神経アセチルコリンという組み合わせのやつを選んであげたらいいよということで、答えは4番ですね。はい、4番。まあ、そんなにほど難しくなかったかなと思います。はい。それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次は問3番の回答解説をしていくので、次の動画へどうぞ。